概要欄から Facebook グループに参加すると、僕らのマーケティングがすべてオープンになっています。ぜひご参加ください。それでは、どうぞ。はい、こんにちは。ということで、本日はですね、飲食店のマーケティング戦略、もしくはビジネスドライバー分析に関してちょっとやっていきたいというふうに思います。直近でちょっと自分がプロデュースに関わらせていただいている飲食店があって、で、その中で、実は飲食店ってあんまりマーケティングっていう考え方がないんですよねっていうご相談を結構いただいてまして、で、僕は飲食店のプロでも何でもないんで、そんな動画上げられないですよっていうような話をしてたんですけど、いや、普段してくれてる話でいいんでっていうことでご要望いただきましたので、ちょっと頑張って飲食店ならではのビジネスドライバー分析みたいなものをしてみて、飲食やってる方とか、これからやる方も参考になる動画になればいいなというふうに思っております。自分自身もですね、東京土産を作るって言っていて、東京土産って広い意味では飲食店なんで、ちょうどいい考えるきっかけにもなるかなということでやっていきたいと思いますので、楽しんでいってもらえればと思います。ということで、飲食店のビジネスドライバー分析という、ミロで作ってますけど、メンタルマップみたいなものを作っています。で、今回は、もちろん利益とかの話もあるんですけど、売上にフォーカスした話になっておりますので、そういうことで理解してください。本当はね、利益を上げるために原価をどうやって抑えるかとか、どうやって人件費を抑えるかとかそういう話もあると思うんですけど、それは今回は入っておりません。で、じゃあ売上がまずあります。これを上げたいと。この売上を、がどういう風にできてるかっていうと、超簡単に言えば、客数かける単価なわけですね。当たり前ですけど。客数かける単価なんです。で、単価も非常に重要なファクターではあるんですが、今回は単価というのは、いじらない前提でいきます。単価どうやって上げればいいんですかっていうご質問、当然あると思うんですが、それはまた別でお聞きください。っていうか、それは正式にご依頼ください。ということで、今日は触りの客数の部分だけちょっとお話しできればと。こういうふうに思います。でですね、売上は客数かける単価に分かれているので、単価を上げるか客数を増やすと売上が上がりますよ。で、次、客数を飲食店の場合はですね、新規客数とリピート客数に分けます。で、実は重要なのはこっちね、リピートの客数で、売れてる飲食店ってリピート客率がだいたい6割から7割。本当に売れてるところだともう8割ぐらいリピート客っていうパターンも多いと思うんですけど、だと思っていて、これちなみに想像している価格帯は5000円から1万円ぐらい。で、お酒も飲むような、それなりのちゃんとしたところっていうのを想像しています。なので、一般的にマーケティング施策っていうと、この新規客をどうやって伸ばすのみたいな話が多いと思うんですけど、本当は大事なのはこういうリピート客だというふうに思いますね。で、じゃあ、新規客どうなのっていう話をすると、さらに新規客がですね、縦に分かれます。というか、厳密に言うと3つに分かれて、本当は指名顧客っていうのがいるんですけど、これは新規オープンするっていう大前提でいるので、一旦この2つね。そうすると、検索顧客か発見顧客のに分かれます。で、検索顧客っていうのは、まだ自分たちのお店のことを知らないんだけど、検索した時にいかに引っ掛けるかって話ですね。例えばどういう人がいるかというと、ちょっと今日接待の先探してるんだよねとか、もしくは今度デートなんだけどどこ行けばいいかなとか、そういったような感じでちょっと自分の中に思い浮かぶを店が決まってないよっていう人たちをどうやって取るかっていう話ですね。で、一方で発見顧客っていうのはこれも偶然の産物で出会いましたよっていう人。なんか潜在的お客さんと呼んでもいいのかもしれないんですけども、お店とか探してなくて、何のもうお店探すモードになってない人に偶然見つけさせるっていう風な話ですね。で、じゃあ検索顧客がどういう風に検索して入ってくるかっていうと、SEO ですね、まずは。Google 検索。これ検索する場所が違うんだけど、一つ目は Google、二つ目はマップ、三つ目は食メディア。この三つですわ。で、Google はじゃあどういうので検索されればいいのかっていうと、まずジャンルですね。焼き鳥なのか、和食なのか懐石なのか、これなるだけ引っかかった方がいいよ。で、次場所、東京っていう広い括りなのか、東京駅なのか、品川駅なのか、もしくはもっと狭く新橋何丁目みたいな世界でやるのか。で、当然ジャンルと場所、あとは特徴だよ。デートで使いたいとか、ランチがうまいとか、これ特徴。あとは値段。ここら辺、他にも SEO で引っ掛けたいワードは当然あると思うんで、ちょっとその他もろもろって感じではあるんですけど、最低限ここら辺はカバーしておいて、こういうのでヒットするようにしましょうよと。で、ヒットするようにしましょうよって言っても、ヒットしないんですよ。で、ヒットさせるためにはどういうことが必要かっていうと、コンテンツを貯めなきゃいけないんだな。ってことは、その飲食店のメディアを持たなきゃいけないんですよ。で、それがホームページだったり、ノートだったり、それは何でもいいと思うんですけども、何がしかメディアを持つべき。スタッフのブログとか、もしくはなんかその、本当に記事コンテンツみたいなのを書いているっていう飲食店さんが多いのは、こういった SEO 対策をやっているっていうのがメインになるんじゃないかなというふうに思いますね。ぶっちゃけ優先順位としてはそんな高いかって言われると個人的にはそうでもないんですが、大変だしね。網羅的に考えるんだったら SEO も入ってくるかなと思いますね。で、次が MEO ですね。これ Google マップ。MEO なんだろう。マップエンジンオプティマイゼーションか。皆さんも多分増えてきたと思うんですけど、Google マップ上で焼き鳥とか焼肉とか入れるでしょ。それですね。これも同様にジャンルとか駅とか、ジャンル場所特徴その他もろもろ。あとはここ評価も入ってくるんで、例えば 4.0 とか 4.1 とか 4.2 みたいな評価も入ってくるんで、当然その
評価っていうのはまあお客さんがつけるものなのでコントロールできませんが、まあここがいいものになっているとより良いんでしょうね。具体的に Google マップオプティマイゼーションをどうやってやるのかっていうのはまあ僕の専門ではないので、もしお問い合わせいただければお手伝いできるところはあると思いますけれども、まあそれは自分でググってください。実は SEO よりもマップの方が大事だと思いますね。なんかついに食べログで検索するよりもマップ上でダイレクトに調べる人の数の方が多くなったみたいなのは読んだことあると思うんですけど、まあ僕も肌感覚として Google マップ上で調べること増えたと思うんで、まあここは非常に注力した方がいいんじゃないでしょうかね。で、三つ目が食べログですよ。もうズバリ食べログ。まあレッティとかもあるけど食べログなんじゃないかな、基本は。で、食べログは評価とレビュー数に分かれますよと。だから当然評価もレビュー数も多いければ多いに越したことはないんだけども、まあこれをどうやってハックするのかっていう話をするのは私の仕事ではないかなというふうな感じがするので、それぜひ検索してください。多分食べログの評価を上げる方法みたいなのって世の中に溢れてると思うんですけど、まあ個人的には、まあそういうことよりも美味しいお店が食べログで評価されるような世の中であってほしいなというのは思わんではない。ただまあみんなが気をつけるべきだと思ってるのは、まず一定数の数の人間は食べログ上で焼き鳥とか焼肉たまちとかで調べて、そこでランキング高い順に行く、もしくは食べログ巡業みたいな言葉もあるぐらい食べログでいいところに入っているところに行きたいっていう人がたくさんいるわけですね。でここは侮っちゃいけない。たかがさ食べログされど食べログっていう感じ、まあレッティもしかりですけど、いうようなことでこれぜひやってみるといいんじゃないでしょうか。で、評価とかレビューを増やすためにやれる方法としては、まあいわゆるサンプリングと呼ばれるものですよね。特別にご招待して、レビュー書いてくれたら無料にしますよというふうなことは多分やっていいよね。多分やっていいと思うんですけど、まあアフィリエイトのタグインにも近いと思うんですけど、やってもいいんじゃないでしょうか。Amazon とかでもそういうプログラムあるんでね。っていうのが検索顧客を増やそうっていうものです。これは店探してて困ってる人たちに引っ掛けるっていう感じなんですよ。で、そうじゃなくて店とか探してなかったんだけど偶然見つけてきましたっていう人を増やそうっていうのがこの発見顧客ですね。これズバリ偶然見るようなメディアで出てなきゃいけないんです。じゃあそういうのにどういうのがあるかっていうと、まず分かりやすいのはテレビだね。王様のブランチで取り上げられてたら、お、こんなところあるんだってなるじゃないですか。まあ、もしくはマツコの怪しい茶会、違う、マツコの怪しい金曜日とかでなんか取り上げられてたらいいじゃないですか。で、じゃあなんで取り上げられるのっていうと、面白いコンセプトだから取り上げられたり、面白い試みをやってるから取り上げられるわけなので、この先には面白いキャンペーンとかね、面白い店作りみたいなものが欠かせないわけですけども、まあこういったようなものをどうやって仕掛けるか。あとはまあ同様の考え方で雑誌とかウェブ記事、例えばなんか今流行りの何々に行ってみたとかね、もしくは雑誌であればトーカレとかだったら大人のデートがここで決まりみたいなものがあるわけじゃないですか。で、こういったようなものに乗っていると、例えばデートなんかどんなのがあるかなと思って、大人の週末とかトーカレとかを見てた人が、あ、こんないいとこあるんだ、じゃあ今度行ってみようと思って行くリストに入るわけですね。で、検索顧客と発見顧客どっちの方がニーズでかいの、どっちの方が大事なのっていうと、固く食ってこうと思ったら検索顧客の方が重要だと思います。僕もこれは非常に重要だけど、爆発的にヒットさせようと思ったらこの発見顧客に火をつけなきゃいけないので、まあまず検索顧客を固くやりつつ、この発見顧客で火を吹かせるみたいなマーケティング設計が必要なんじゃないですかね。守りの検索顧客、攻めの発見顧客って感じかな。あとはインフルエンサーの投稿とかにも火つくと、まあ本当はいいですよね。ここら辺はまあ僕もやり方分かってないわけじゃないんですけど、まあこの回でどうやってインフルエンサーが店舗に来させるかみたいなのと話すのはちょっと趣旨が違うというふうに思いますので、まあ皆さんぜひ検索していただくなり、コメント欄にいただくなり、ダイレクトにコメントいただければ、ご連絡いただければというふうに思います。あとちょっとここ漏れてるけど、ミシュラン乗ってるとかはどっちなんだろうな。まあでも広い意味では食メディアですかね、に乗ってるってことかなというふうに思います。これが新規客を増やすっていう話で、飲食店において一番重要なのはですね、この掴んだ新規顧客を確実にリピートさせるってことなんですよ。まあさせるっていうとちょっと言い方悪いんですけど、リピートしていただく。僕とかはですね、基本的に一度いいと思った店に一生行っていきたいタイプなんで、結構リピート率が高いんですけど、世の中の人はね、異常にリピート率が低いですね。やっぱ新しい店行きたい、どうしても新しい店に行きたいんですよ。だから、よほどのことがないとリピートしないんですわな。人は新しいこと、新しい体験に飢えているってことですね。なので、じゃあリピート客を増やすためっていうのはどういう風な構造に分かれているのか。ズバリ3つです。まあ、広い意味で言うと顧客体験に入っちゃうんですけども。1つ目が味。当たり前ですけどね。うまい。まずい。これです。で、これはもう、やっていただくしかない。やっていただくしかないんですけど、まあ、当然重要ですよね。飲食店なんで。うまければリピートするし、うまけなかったらまあ来ないでしょう。これは当たり前だと思います。2個目。これね、接客です。接客。で、これいろいろティップスあるんですけど、飲食店をやる上で一番重要なティップスはですね、接客におけるティップスはですね、他の接客がうまい業界で扱われているテクニックを持ち込むということなんです。これあんまり飲食店の人は言わないんですけど、例えばファーストクラスのスチュワーデスさん、スチュワーデスって言わないのか、キャビンアテンダントさんが一番最初に習って絶対に続けることってなんだかというと、お客さんのことをお客様と呼ばないことなんですよ。ファーストクラスとかビジネスクラス、石井様と呼ぶんですよ。石井さんとか石井様、エステサロンにおいても高野由里とか言ったら絶対お客さんなんて呼ばないんですよ。石井様、石井さんなんですよ。これつまり何かというと、嬉しいんですよね、名前で呼ばれると。あ、自分のこと知ってくれてたんだ。これがまたましてや1回目の来店だったら名前知ってて、予約のタイミングで石井さんで予約されてて、それ知ってるぐらいだけど、2回目来店した時に一番最初に、あ、石井さんいらっしゃいって言われたら、それ嬉しいじゃないですか。
常連さんが定着するっていうのはそういうことなんです。で、これはエステサロンとかも僕らやってますし、てか自分がやってるんですけど、エステサロンやってるし、まあファーストクラスのそれもそうだし、すべてのリピート客が多いビジネスっていうのは基本的にこれやってます。で、これ以外にもテップスいっぱいあるんですけど、一番重要なのは僕はこれだと思う。目を見て石井さんと呼ぶということですね。あ、また来てくれて嬉しいですよ。嬉しい感じを存分にです。じゃあそれがなんでできるかっていうと、結局社員教育なんですよ。スタッフ教育になるので、じゃあそのスタッフ教育をどうやってやるかっていうのが実はこの接客により非常に重要なんですが、それはちょっと今日喋れる内容じゃないし、僕がいろいろ言うよりも専門家がいらっしゃると思いますので、もし必要であればおつなぎしますので、お声掛けください。ただこれはもう非常に重要。飲食店において一番重要なんじゃないかな。実はこの中で一番重要なのは接客だと思いますけど。で、次、これが、次回のオファーですね。飲食店さんって、はい、ありがとうございましたーって帰って、次回の予約取らないじゃないですか。取るんですよ。取らないとダメなんですよ。まずエステサロンだったら絶対帰る前に予約取れなかったらもう次回は来ないと思えという格言がありますしね。高いお寿司屋さんとかってもう予約がなかなか取れないから、次回来る時の予約帰る時に取るでしょ。1年後とかだったりするけど、それをどこの店もやんなきゃいけないんですよ。とはいえね、やるの嫌じゃないですか。美容院とかでもそうなんだけど、売れてる美容院と売れてない美容院ってシャンプーが売れるか売れないかなんですけど、売り上げがでかい低いってシャンプー売れるか売れないかめちゃくちゃ重要なんですけど、だってそりゃそうでね、1時間かけて頭洗って髪切って6000円の売り上げなのにシャンプー売ったら1万円なんで、それシャンプー売れるかでかいか売れないかでかいじゃないですか。で、じゃあどういうスタッフが一番シャンプー売れると思いますか。実はセールストークが上手いとかね、もしくはコミュニケーション能力が高いとか、もしくはカットが上手いから信用されてるとか、そういうことじゃないんですよ。シャンプー買いますかって営業できるか否かなんです。打席に立った数で、美容師の方々ってのは髪切る専門家だけどシャンプー売る専門家じゃないから、みんなシャンプー売らないんですよ。売らなきゃダメなんですよ。これ単純に今日使ったシャンプーどうでした、あ、よかったでしょう、あれ売ってるんですけどどうですかって言うか言わないかだけなの。売れるか売れないか、そこをマニュアルに組み込めるかどうかという風にですね、飲食店も絶対次回予約の声かけをしなきゃいけないんです。帰る時に5000円になります、ありがとうございましたじゃなくて、5000円になります、今日どうでした、あ、よかったですか、よかった、次回の予約どうですか、これをするしない、ここです。で、それしづらいじゃないですか。特にそのバイトのスタッフくんとかだと、とはいえね、営業活動させられるの嫌じゃないですか。だから次回声かけしたくなるような、これ2個目の項目なんだけど、次回インセンティブを用意するんです。例えば来月こういうフェアやってるんですけどお越しにならないですかとか、焼き鳥だったら普段は鶏の大山地鶏でやってるんですけど来月アヒル入るんですけどどうですかとか、これ声かけしやすいでしょ。で、これで 20% でも予約してくれたら儲け物じゃないですか。で、予約してくれなかったらそれでいいし、というこの次回予約声かけと次回インセンティブ、このセットで、ここに対してスタッフに対してインセンティブを出すってことですね。声かけして次回予約取ったやつにはいい思いをさせてあげる、この設計が非常に重要ですね。で、まあ、あとは LINE 公式の CRM プログラムを組むとか、まあ、こういうマイナーなポイントもありますけれども、まあ、この接客と次回オファー、次回予約の声かけとインセンティブ、これが非常に重要なんじゃないですかね。ぶっちゃけ飲食店の売上を左右している項目っていうのは、まあ、ほぼこれだと思います。もちろんこれの中に、じゃあ具体的にこれをどうやってやるのか、例えば SEO だったらこれどうやるのかとか、 MEO だったらこれどうやるのかとか、食べログ載せるためにどうやるのか、テレビ新聞雑誌その他諸々に取り上げてもらうためにどういうアングル作り出すのか、そのためのコンセプトどうするのか、味良くするのはどうしたらいいのかって、まあ、それぞれの項目は難しいけれども、実は飲食店のマーケティングビジネス分析なんて、まあ、これぐらいシンプルなもんですよ。で、あとはこれ多店舗展開みたいなものが入ってくるとまた話変わってくるんで、それはご相談いただきたいところであるんですけど、という風にですね、意外にシンプルなものなので、この中で今皆さんが運営されている飲食店がどういうところに課題を抱えられていて何がしたいのかっていうのを分析して、で、これは分析できないようであれば、まあ、我々がちゃんと分析させてもらって、でそこに対してこういう施策を打ったらいいんじゃないですかっていうのをやるのが、まあ、飲食店の王道オブ王道という感じなのかなというふうに思いますので、ぜひ一度ちょっとこれを、まあ、簡単なビジネスドライバー分析に示し合わせてみて、どこがボトルネックになっているのかっていうのを飲食店オーナーの皆様はご検討いただけるといいのではないでしょうかというふうに思っております。まあ、こんなようなマーケティングのトピックを私たちはFacebook 上の自分たちのお土産東京土産を作ろうというプロジェクトを自分たちやっていて、そこの中でこういったようなトピックを毎日投稿しております。3000字から5000字ぐらい、まあ本来であれば有料級だというふうに思っておりますが、ぜひ無料でご登録できますので覗いてみてはいかがでしょうか。それでは。